はい、こんにちは、サルウィンです。いきましょい。EX カード必須対戦第5試合、アフレコ実況というわけでやってまいりました。ちょっとお久しぶりなんですよね、撮るのが。本当はまとめ撮りちょっとしたいとこもあるんですけど、なかなかね、時間の使い方がね、というか、いろいろちょっとやろうとしてることが今ありまして、でもその合間を縫ってでもね、ちょこちょこね、出していこうと。しかも、もう近いんですよね。16日なんですよ。次のやつが。また後手だっていうのがちょっとまずいなと思ってるんですけども。で、これが第5試合でしょ？ギリギリ。毎日出してもちょっと厳しいかもしれないですけど、少しずつ出していくんで、よかったら見てくださると嬉しいですね。で、今回のお相手の方はいつもご参加くださってくださってね、ありがとうございます。若干ちょっとね、寝起きで舌が回ってないところあるんですけど、いつもご勘弁くださいね。ね、私のデッキなんですけども、これね、よく使ってたやつです。もう炎鉱がね、今回かなり炎鉱強化された感じなんですけど、炎鉱が強化される前から結構好きで、炎鉱でマウント取って押し付けていくやつね。で、魚器の、ね、天下無双だっけ はい。ね、押し付けていきながらね、やっていくっていうデッキです。で、お相手の方のデッキが、リョモウですね。一応 EX カード的なことを言うと、大獅子、あと大凶、あ、待って、あれ、ああ、そうですね。で、賞金もそうですね。かな。リョモとソモはデフォですかね。はい。そんな形のデッキとなってますね。結構、リョモもね、ちょっとだけ強化されたんでしたっけ。だから最初ね、割と強いんじゃないかって言われてたけど、結構やっぱ使い方が難しいみたいでね、あんまり使われてるのを見たことがなくて、おお、リョモと初対戦かなとか思ってるところですね、私もね。では見ていきますか。いざ。私のデッキはアラスデッキなんでね。戦ってのは恐ろしくて最高に楽しいもんだぜ。はい、いただきました。そう、とにかくアラスデッキなんで、ただちょっと伏兵が踏めないデッキなんでね、誰で踏もうかなみたいなね。とにかく荒らしていくと、バリバリ荒らしていくデッキですから。じゃあ逆に号令相手には足並み揃えさせないことが大事ですね。序盤はとりあえず白兵もう、パワーでね、パワーですよ、パワーこそ正義みたいな、そんなやつ。もう宿儀は縄文もある取り付いてますね。ちょっと太刀筋がまとわりついていますが、そこはトートンとエンコのマウントでなんとかしていきたいところですね。これでも宿儀持たないの、宿儀剥がすタイミングが微妙ですね。さあ、ここで龍馬が出てきて、トートンが取られた。でも、魚器は入りそうですね。あ、でも、しかも、宿儀は逃げられましたね。いい感じ。だから、これはいい判断でしたね。で、宿儀はとりあえず帰れるなら帰りたい。塗りながら帰りたいですね。はい。で、龍馬は炎鉱と足止めして、あ、宿儀帰れましたね。これはいいですね。で、魚器もなんならちょっと帰る。絶対も魚器帰れないかな。魚器帰るのはなかなかヘビだな。なんなら魚器をちょっと押し付けて炎鉱、あ、これ炎鉱が捕まっちゃったらもう良くないですね。嫌ですね。で、内乱が入るか入らないか、入るとでかいですけど、入りました、でかい。これはいいですね。悪くない、開幕リードですね。はい。で、ソモが塩、白じゃないや、柵を壊しに来てますが、ちょっとスルーかな。はい。煙だけ出してね。で、ここで、相手の方の足並みが揃う前に、第2陣ですね、スタート。ちょっと白から出すの遅いかも。ガンガンいきます。トートンも向上するみたいな。そこまでしないですけどね。ただ槍がね、槍3なんで、炎鉱刺さらないようにね、気をつけながらやっていきたいところですよね。で、ここ炎鉱ですね。ちょっと微妙かもしれないけど、ここ。これはどうだ。たとえ叩こうみたいな感じで叩いた感じですね。ちょっと宿友がやられそうですけどね、もう。刺さりそうですけどね、もう乱戦しちゃいましたね。槍が多くて。そして槍消しの宿友、ちょっとなんならトートンも槍消しに使うぐらい、これ取っても耐震取れそう？ああ、取れない。大手だけでも取ろうみたいな。あんま良くないですね。はい。良くないです。両手待った方が良かったかな、叩くなら。しゃあないんでトートン貼り付けるやつですね。危ない、刺さりそう。そこそこ効果時間もあるから、ああ、終わりましたね。なんならおかわりする？してましたね。とりあえず押し付けですね。はい。もうガンガンやるだけ。ただ、色差やばいですけどね。実際、相手の方のデッキ、リョモからの賞金とかのフルコンとかもあるから、あんまり、でも、ただ、これでもリョモ取れるか？リョモ取れそう？お、ここで、ズバッときました。はい。
まあここはね、事前で打ってもらう分にはまあそんな悪くない、あ悪くなくないや、あでもリモ取れないですね、さすがに取らせてもらえない。うん、あ両気が死にそう。これは塗られちゃうのかな、塗られますね。ちょっと全然突撃できない見てらんないですね、ほんと見てらんないですねこれは。で正気に倒されて塗られちゃうと、ここははい塗られちゃうのね。いやーまあ一応賞金を使わせることは成功しました。ってでも結局色差は結構エグいっすね。まあとりあえず足並みは揃えさせないぜっていう感じで、まあここはもうサイズを絡めても、刺さっていく、よくないですね、あんまよくないですね。これはでも一応帰りますか。ソモが釣れました、ソモを釣りましたね。さあここは誰で守る、まあ、賞金で、賞金じゃないや、なんで賞金レリオン持ちましたね。さあ結構このね弱体育が微妙に結構ねえぐいんで気をつけていきたいんですけど、これ私寄って高いかのかな、あー際どいですね、結局弱体化しちゃうから際どいですね。ランゲリムソウですね、天気かもしれないです。ランゲリムソウ叩いて、でもまあどっちかというと守りの、ここはねトートンも絡めて増援、なるほど、あれのことは増援、トートンとか旅費を壁にしながら、まあ、じゃあマイナスされちゃうからな。まあそれでもねこっちも弱体化できますから、そこはかたくなに円光で突撃、おおしかもさりげなく祝福が踊りました、これはでかい。ちょっと乱戦が過ぎるかな。でそして大地王がしっかりマウント取ってくるので、あの走撃で兵力が減ると、兵力じゃない武力が下がると、弱体化効果を持っている走撃、ここは旅費一回返したいですね。とりあえずまあもうあのこれいいね、サーチしてるのがちょっとあれですけども、じっくりとこれはローテしながら守っていこうってやつですね。まあギリギリでもこれ内乱入ってまくられちゃったかな、いやまだギリかな、ギリですね、ギリ勝ってますね。であとここでリョキが頑張ってリョムを倒して、いやこれは帰りたいですね、一回帰りましょう。ここでできれば大使捕まえたくて倒したいんですけど、これは無理か。そして総合の突撃で援護する、まあこれはもう、まあ、再起ムーブという思考ですかね。祝勇と領地戻して、でも総合取りましたね。でもここはとうとう落ちる感じかな。ただまあ即ついてるわけじゃないですね、色作なんで私の再起は基本的に。まあ色即ぐらいは作ってもいいかなと思うんですよね。やっぱ即軍から絡めた最低カウンター用の工具は作ってもいいかなと思うんですけどね。さあここでまあでも今勝ってはいるんですよね、いるんだけど、ここはまあ相手の方の足並みとかもあ整えさせない、嵐の最後の工場ですかね。守りの最低よりは私は攻めの最低が好きです。さあ行きましょう。まあやっぱり主役はこの方なんだね。まあ宿友とかもね結構使いどころによっては強いんですけどね。なんか確か宿友も強化されたんだったかな、なんかそんな気が、まあ、とりあえず最終あぶねえ、危ない、大凶危ない、あれはさ下手したら刺さってましたね。ここで漁網取れるね、取れます、これで漁網の脅威はなくなりましたね。あとは賞金と、まあ、大使で来てもためですしね、これは押し付けられるんじゃないかな。もう相手の方これリョも叩けないんで、はい、でかい城も入れて、さあマウント取って、いいですよ、いい仕事している、炎鋼がいい仕事しています。さあ横の体重の横読みを弱くしたい、弱体化させて3にしてさらに倒したかなみたいなことですね。で相手の方これソモいいですよ、ソモもねあれなんですよね、武力3になったんで強くなりましたよね。で内乱も取れそうですね。さあ大事で倒しいの、ショーティーも早く倒したい、ここ押し込みですね、もうこれですよ、もうただただ押し込んでいくっていう、シクユーと領域は撤退、まあ頑張りましたね、両門を変えてきました。ここできれば両門も倒してみようっていう、刺さりそうなんで、あ今ちょっと頑張ってますね、ここ多分普段の私が刺さったんですけど、ここは一応頑張ってましたね。はい、というわけで最後のゼロカウントまでしっかりとね戦って終わりということで、お疲れ様でした。やっぱね使いやすいっていうか、やっぱ炎鋼が前よりだいぶ強くなりましたね、だいぶマイナー5ですからね。移動速度もちょっと良くなったんでしたっけ、てか効果時間だっけかな、良くなりましたね、炎鋼強いっすわ。いきます、反省会。
まあ、そんな行きますとかいうほどなんか気合い入れて言うほどのことでもないんですけど、うん、でまあ円光はですね、でもこの手やっぱね昔から使ってるんで、この4枚まあ改良はできると思うんですよね、全然。鉄リッツさんとかも2コスでしたっけ。でもやっぱね、私この形好きなんですよね。なんか兵種バランス的にも、軽略的にも。まあトートンはあんまり叩かないんですけど、まあトートンはね、置いとくだけで強いんで、ちゃんとね、普段の素振り力発で頑張ってくれるんで、割となんかこの形の、まあ宿友の枠、でも宿友も嫌いじゃないんですけどね、このね、なんかずっとこの軍友4枚はね、私この4枚だって決めて結構ね、円光を手に入れてから、あ、違うな、宿友が後かどっちかというと、円光が先でその後宿友でしたっけ、順番的にはね。結構好きでね、この形でやってるんですけど、やっぱね、やっぱ使いやすいです。そして円光強くなってくれてありがとうみたいな。まあ反省点は、あ、でもここを宿友返せたのはね、個人的に、まあ、反省点っていうかむしろいいとこ。で、ここかな、ここ、まあ、両手どっちに帰れないんで、両手を押し付けて、少しでも相手の方の後軍を遅らせるとか、で、両手で、ね、乱戦しとけば、両毛にワントツぐらいは入れられたんじゃねえかなっていうシーンは、てかそうですね、ここは反省点。で、ここが、これダメっすね、ここ良くないっすね。ワンチャン、こんだけ密集してもらってれば、ワンチャン宿友を叩く選択肢もあったかもしれないですね。円光を叩いて、結局、全然突できないまま、フラフラするぐらいだったら多分宿友やって、なんなら一回帰ってもらうぐらいの方がプレッシャーとしては強かったかもね。でもトートン貼り付けるとかするって、まあなんかちょっと、まあ内乱取るムーブの方が熱かったのかな。まあ、でも私基本的にもう内乱戦する気ないですからね。もう自分がこうやって攻め続けてれば内乱もついでに取れるという発想ですからね。だからここはもうやっぱ槍さんの脅威が、で、ここは全然良くないですね。やっぱだから、ここは旅金の到着を待つぐらいの気持ちが欲しかったですよね。だからこれもフラフラしたやつね。前も円光だから、円光はやっぱ突撃してなんもやつですからね。突撃しないと下がらないんで、乱戦するだけじゃ武力12ってあんまそんな強くないですからね。だって、まあ、移動速度上がった強化戦法ですからね。プライオンですもんね。で、ここはもう裂いて打つ気満々のムーブだったんだけど、まあでも一応かな、あ、この刺さりは良くないですね。結局宿友が、でもこの宿友の判断は私個人的にはいいなと思ってます。反省会、いや反省会なのかなこれは。祖も連れて、これで相手の方の途中があれだったんで、これでラッキーでしたね。でもね、でも普通やってれば一発は入らないんですけど、でこれで思うですね。でこれ一発入ったのは、まあ多分こっちに集中されてたからですよね。こんな両手もちょっと怪しかったね、正直。ここは円光で守るべきだったらいいのか。まあでもここは一応最低限のローテができててよかったですね。最低限のローテが。思ったよりはね、被害を抑えられるかな。だからでもむしろ両毛って難しいですよね。こうやって、結局槍マウントとか弓マウントとかで弱体化を狙ったりとかするから、工場要員とマウント要員の、だから多分工場要員が、少なめになるんだよね。 そこまで火力が出るかっていうと怪しいから、やっぱり両毛って難しいんだなってめっちゃ思いました、この試合見て。私は多分使えないです。で、ここ微妙っすよね。なんかね、悩んじゃった。でもサイズ腐りそうだから死んじゃおっかなみたいな、で、ここは円光を死にに行ってますね。これは一回死んじゃった方が早いんじゃねえかなっていう判断をしましたね。ただまあ言うて一応リードは取れてるんですけど、まあ、この手的にはやっぱりね、荒らし続けるっていうか、攻撃は最大の防御。むしろ、一回、自分がこう荒らして散々とか指揮とか使うんですけど、負けパターンがやっぱあるんですよ。別に荒らしまくって指揮使って、かなりリード、もうなんなら結構2、3割ぐらいまで持っていくんですけど、まあ、最初にフルコンが強い手ってあるじゃないですか。なんで、結局頑張ってすげえ削るのに、最初にこっちね、守りきれなくて落城しちゃうパターンで、それがこの手の一番の負けパターンなんで、変に再起構えて守りとか考えるより、しかもフルコンされたら基本的に再起叩いて守ってもちょっとしたローとするぐらいしかやることなくなっちゃうんで、まあ確かに残りカウントがね、もう5カウントとかさ、なんやったらそれでもいいのかもしれないですけど、残り10カウント近く、10カウント以上ある時とかは、まあ、攻めで攻撃は最大の防御戦法が多分正解ですよね。私的にはそうですね。で、ここで円光暴れましたね。いや、円光ほんと強くなりましたね。ほんと感動。はい、というわけでこんな感じでした。ありがとうございました。いやー、でも本当ね、円光はね、強いです。今はね、ぜひ使っていただきたいカードかもしれない。
当時はねちょっと物足りなかったんですけど、今本当いいですよ。うん、まあ、昔からでもね結構あのマウント取る分には強かったんですよ。マウント取る分にはね、まあ、それとは効果時間とか若干だったりとか、まあいろいろありましたけどもね。はい、で他の方もね結構エンコを使ってらっしゃる方も、あもう出たっけかな、まあいたと思うんでね、その辺もまあ見ていただければありがたいですかね。というわけで、今回はこの辺で。で、一応、1月16日に、天下無双飛対戦っていうのをやらせていただきます。ちょっと今回は、まあ、計略、まあ、その前に、あれですね、武将縛り、あのね、馬力です。天下無双飛の、飛翔力を、デッキに入れていただいて、計略を天下無双飛のみで戦っていただくってやつで、ちょっとね、絶対誤爆あるだろうなっていうか、私がしそうなんですけど、まあ、計略ロックをしっかりとね、まあ、言うてね、一応こういう時に私も一応縛り入れさせてもらってますよ、普段からね。エンコー、この今回主役エンコーなんで、まあ、なるべくエンコーにロックを入れるっていう、まあ、でもあんまりロックすぎて誤爆することも多かったから、ちょっとね、気をつけてたんですけど、逆にそこを、今回っていうか次回というか、まあ今回でいいかな。今回の天下無双飛対戦ではもう両夫にロック入れ続けるっていうね、感じでやらせていただくんで、まあできればね、ただね、多分いろんな戦法があると思うんだよね。まあ、呂布をメタることは結構可能なんですよ。みんながどういう編成してくるか、どういう構築するのかっていうのは楽しみですね。私も言うて、ね、毎回デッキ変える人なんで、結構。だから10戦、最低でも10戦、11戦、12戦、13戦多いと、できると思うんですけど、なんでそこで何を、ってか、どんな形を作るか、なんなら13個、10、まあ12個、まあ、最低でも10個ですね。最低でも10パターン私で作ろうかなと思ってて。天下無双呂布、天下無双飛対戦ね。いやもうね、案はあるんですよ。もう割とシンプルにね。すごいシンプルな形だけど、まあでも割とっていうのは作れそうなんでね。まあ本当、まあ呂布を輝かせるための編成というかは、まあお互いの呂布をメタるような形を作るかですよね。そこの駆け引きもあって面白いかなと思うんですよね。はい。というわけで、よかったらね、まあ、ちょっと特殊なんでね、参加しづらいかもしれないですけど、まあ、よければね、ご都合が合えば、まあ、お遊びに、お気軽にね、遊びに来ていただけるとありがたいですね。まあ、ちょっと平日の夜なんですけどね。はい。じゃあ、そんな感じでお疲れ様でした。バイバイです。